0時、大型大会0時がまた今回の行われということで、僕もちろん応募していて、結果から言うと、当選しておりました。今回ちょっと明確な目標を持って挑みたいなと思ってます。デイワン突破。はい、デイワン突破を一つの、目標としてやっていこうと思います。で、その目標が達成されなかった際の罰ゲームを自分自身に課したいと思ってるんですよね。で、その罰ゲームを、決めるには、皆さん、モモと申します。先月、僕がある約束しました。で、0時、デイ2にもし行けなかったら、罰ゲームやると。で、ちょっと皆さん、いろんな罰ゲームの案をいただいたんですけども、まあ、結構一番多かったのが、持ってるカード全部砕けとか、レジェンド全部砕くみたいな、あったんですけども、まあ、ぶっちゃけそれって、後でね、買い戻せば、終わっちゃう話なんで、まあ、ちょっとどうかなと思ったんで、ちょっと、今回声がかかる。僕、ほんと、過度な高所恐怖症なんですよ。で、今、観覧車に乗ってるんですけど、分かった通り。ちょっと、いろいろ、周りにちょっと待って、今、後輩君に撮ってもらってるんですけど、観覧車ばっこり乗ってるんですけど、どう？高い。高いでしょ？高いっすね。はい。僕もう正直もう、発狂しそうなぐらい怖いんですけど、この中でシャドーバース、ね、ランクをやります。はい。こんな感じで。で、これが一周する間に、2勝したいと思います。だいたい1周15分だから、2勝か、まあ、ワンチャン3勝とか、いけたらと思って。で、ごめんなさい。使う時やっぱ早い出来がいいんで、土で行きましょう。はい。もうちょっとすでに始まっちゃってるんで、ぶっちゃけちょっと僕もう本当に恐怖高所恐怖症で、この前飛行機乗った時に、もうほんまにこうやってて、ぶるっちゃったんですけど、はい、まず1戦目ね。マッチしました。あ、ちょっとこっちも行こうか。はい。まあ、ちょっとカメラ後半にガルツともよさ、で、今ちょっとちょうどアップデート後なんで、もう7号です。超越とかの20コスになってるんです。うわ、高校だ。やばい、ラスエンゴ取りやがったな。さあ、相手ビショップ。まあ、ビショップやったら、とりあえず、オッケー。とりあえず、まあ、土は一発残して、まあ、2ターン目、3ターン目の動きが、まあ、取れてれば悪くないって感じです。はい。あ、めっちゃ揺れてね、なんか、大丈夫。怖いんだけど。怖いんだけど、ちょっと待って。手震えてきたんだけど。はい。認証できますかこれ。できる。あ、まあ、とりあえずもこっちは出しちゃいます。はい。2ターン目に、ゲームの重視、バチコリ引いていくんで、高所恐怖症の俺が、ね、観覧車に乗りながら、シャドーバースランクまで、一周する間にね、2勝しますんで、はい。絶対勝つからな。無理して、もうちょっとこれです、終了で。まあ、ちょっと、こういう時に書いてきて、俺、裏でやってる時に、ね、本当にね、1ターン目大釜、2ターン目技術、3ターン目フローみたいな、4ターン目ゴーレムみたいな。相手なんか逆にこれなんかカウントしてるけど、1、2、3と。うわ、すごい。アミレットの、まあ、オンパレードやないかい。おい。お前、ちょっと待て、やばいぞ、これ。やばいよ、事故ってなってるんだ。まあ、ただ、俺にはブリンディがいるから、ブリンディでね、7ターン目出すまで4、エイラかよ、最悪じゃねえか、お前これ。よし。じゃ、ここバチコリ。これデュアルウィッチレミナミを進化します。はい。デュアルウィッチレミナミ進化で5、6を盤面にちょっと残す。じゃ、次5点。プラス天輪のゴーレムで何点？ 3 点。さあ、ちょっとここでね、天狗とか来たらやられるんですけど、天狗来て進化でやられたら、まあ、死の不倒で、がっつり行こうかなと思います。はい。がっつり。漆黒の方で、お前ちょっとやめろよ、マジで。スネープリ、まあ。オッケー、よし、このターンちょっとワンチャンある。ワンチャンあるで。屈折。からの、天輪の、ゴレムス、天輪のゴレムス進化からの、はい、忍ぶとも引いてる。まあ、忍ぶと非常にいいですよ、エール相手には。はい、ばっこりね、スネークプリスト、取っていこうと思います。ちょっと、今どこまで来てるうわー、イテールってなんだっけ？天狗？あ、エンシェントリュースピリットなんだ。エンシェントリュースピリットシーン、でもレミナミ残んじゃないこれ。
レミラミ残るよねこれね。そこで進化金だったら、あ、レミラミ残んねえわ。あ、最悪だ。うわどうするこれ。闇魔界の覇王か。まあ、とりあえずここはまあ盤面、これで最後の進化系のレミラミに効くので、まあ、盤面をまあ抑えて行こうかなと思います。さあでもこっちブリンで忍ぶと、まあ、一度手札に最大で9点か8点あるんで、だちょっとエイラとされてるから揺れてる、揺れてる、揺れてない、大丈夫大丈夫大丈夫、揺れてない、故障じゃないかな、じゃあ大丈夫。あーテミスのチンパンジー、あでもここはあのあれチャンス、あのブリンディチャンス、ブリンディ無条件降臨でバッコリ顔面に、はい、クリゲとしてうわしわって感じでねやっていこうと思うんですけど、はい2点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 、さあ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 、果たしてこの試合これ勝ってもう一勝一勝したいからね、もう早く終わりてんだからよ、ちょっとやめてくれよ。スネークブリースと3終了、もうやめろよそんなめんどくせえ。まあでもオズ引けばどっかで、まあ、このタイトルフローを忍ぶと、ね、長い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 、俺本当にね、マジ高所強所だからね、俺本当に子供の頃に、僕大阪出身なんですよ、大阪の梅田にスカイビルっていうのがあって、そのスカイビルのビル2つをつなぐエスカレーターがあるんですよ、それ乗って以降僕怖いのがマジで無理だって、あ、これもう無理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 、これ無理やわ。オズオズワンチャンオズワンチャンオズオズオズ、おお花さん引いていく、オッズ引いていく、オッズをノアハルティミストとあと土置いて、あーでもちょっとミスったな、これでなんかもう一枚ステル引いてきたらちょっともったいないけど、まあでもあまあステルそんなにないんで、よしオッケー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 、さあまだわかんない、まだわかんないよ、てかさこれなんかアグロロイヤーとか持ってくるんだったら2回行くんだったら、あー頼む、テンポやめて、あーそうかイージス出ちゃうのか、でも相手盤面埋まってっからイージス、まあ、まあ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 新幹線嫌いのしゃあないで、オーズ取ってくるんでしょうけど、なるほど、まあこれじゃあの古き魔術師レビーできます、レビー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 できます、覚えておけということでね、バッシリで、さらにフローも出していく、でも相手有限ながら5点、5点残り5点よ、何引けばいいんだろう、何引けば勝てんだろうな、これうわこれでも、あちょっと待って、あーきつい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 、あーきついきつい、あーちょっと待って、ワンちゃんでもトップ雷撃で天輪のゴーレム、ちょっと待って、天輪魔術師でどうだ、一応まだ万年リトルじゃない、あーそっち行く、ええ、負けじゃ、一応ちょっとまあ時間あるんで潜ります、まだあの完全に降りてきてないから、アグロロイヤル使えば一生できる可能性あるから、ちょっと待って、はい、アグロロイヤルでいきます、アグロロイヤルで、あれあれロイヤルない、あったあったあった、速攻のミグにいきます、さあいやまだ時間あるよね、あと何分ある、あと3分くらいですか、3分くらい、3分ありゃワンチャン相手が超越でリタイアしてくるみたいな、先行でバンガード出してみたいな感じで、観覧車降りてきてるわ、やばいやばいやばい、一応なんかちょっとこんな感じでっていうのを、あと相手ウィッチだから、ウィッチだ、ウィッチウィッチ、先行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 、あー強い強い強い、あもうこれで来い、これで下にまで降りちゃうともうあの店員さんに止められちゃうんで、そこの時点でもストップなんですけど、いや3分あればいけるんじゃない、3分あればいけるよね、
よし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 。あ、オッケーオッケーオッケー、完璧。完璧完璧完璧。ワンチャンでリタイアあるでしょ。ワンチャンでリタイアある。まだまだ降りないよね。まだね、あと3分ぐらいある。オッケー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 。こんなにもさ、観覧車の滞空時間を伸ばしてほしいと願ったことないわ。さらにプリンセスリエットで削っていく。いや、せめて一生観覧車で一生飾る男みたいな。いや、これいけるぞ、いける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 。なんかめっちゃ揺れてない？あ、強い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 。あ、強い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 。楽に死ねると思うだよ。これリタイアあるっしょ、リタイアあるっしょ、これリタイアあるっしょ、これ5ターンのアルベル引ければ勝ち。レビーででも取れるの 2体じゃない。あ、エンジェルスナイプあればあれか。やばい、観覧車が完全に落ちちゃう。エンジェルスナイプあれば。なんでだ、どうして勝てない。悪撃とかなければ頼む。トップアルベール、アルベール、ファインダー勝った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 。はい、ということで、まあ、ちょっと2勝できなかったんですけども、はい、観覧車の中で何度かシャドーバース一勝するという偉業を達成しました。はい、ありがとうございます。なんだこれマジで、なんだこれ。あの東京ドームですね、なんだっけ、水道橋の東京ドームシティってところの、ね、この遊園地で、はい、撮影してます。はい、今回撮影連絡してくれた後編さん、ありがとうございました。で、もう本当に0時ね、今回ちょっと出れなかった、全員ついけなかったけど、この前 JCG とかはすごい、まあ、そこそこいい結果出したんで、まあ、ほんと今後シャドーバースで、ね、頑張っていきたいかなと思うので、ね、ライブだったら進化の情報が出ると思うんで、まあ、そこでもね、動画とかね、出していこうかなと思うんで、まあ、なんか、エンディング喋る時間をぐらい余っちゃってんけど、ちょうどま、ぐるっと回ってきて、まあ、落ち着いてって感じで、はい、まあ、クリスマスシーズンなんでね、ほんとはね、我々、女の子とね、来てるところを、男二人で、はい、撮りましたけども、はい、じゃあそろそろ下に着くんで、終わります。じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。よかった。